こでデートとか考えたものだな。モノレールの軌道を伝ってくれば誰にも気づかれない。おかげでこっちは何日もマンションを外から見張っていてバカな目を見た。今夜たまたま姿を見かけてよかったよ。しつこいやつだな。